いよいよ開催されました大政奉還150周年記念アートアクアリウム城。2年ぶりに帰ってきた京都二条城は史上最大規模で開催中です。来たことがある方も初めての方も楽しめること間違いなし。進化したアートアクアリウム城のお得な情報や西日本初登場作品新作情報もお届けします。京都らしく芸妓の勝友さんがナビゲートしてくれますよ。お見逃しなく。アートアクアリウム TV 見に来てくれやす。皆さんこんばんは、芸妓の勝友です。今日はアートアクアリウム城の見どころを教えてもらいましょう。木村さん、お頼みします。はい、こんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。はい、今回でね、3回目のアートアクアリウム城ですけれども、はい、今回のテーマは大政奉還150年記念。江戸の時代が終わった象徴的な時代ですね。はい、それがなんとこの二条城で、その大政奉還が行われたということで、その150年を記念するイベントになっております。はい、なのでそういうテーマにのっとってアートアクアリウム城も開催されてますので、じゃあそれでは早速ね、中見に行ってみましょうか。はい、行きましょう。あー、綺麗。なかなかいいでしょ。はい、すごい、ね、今回入り口がこうちょっとこう開けてて、あ、ね、どうだろう。夕暮れ時もよろしいですね。いいでしょ、うん、アートアクアリウムもね、入場と同時に入ると、うん、なんと2度おいしいの。2度。うん、それはね、なんでかと言いますと、トワイライト、マジックアワー、いわゆるだんだんこう、ね、日が暮れてくる時、この綺麗さの中で、このお城の中でこのアートアクアリウムが見れる。ねえ、なんかちょっと明るいのも。でしょ、うん、お城の建物のね、もうよく見えるでしょ。それでいてこうちょっと薄暗くしてアートアクアリウムも綺麗、うん、ね、それでそうすると今度この少しね、15分20分もいると真っ暗になって夜になるわけですよ、うんうん、あとやっぱりアートアクアリウムはこの真っ暗なね、うんうん、中で光ってる方がやっぱりアートアクアリウムは綺麗じゃないですか。そうですね、はい、なので2つの楽しみができる、そういうね特典があるんです。木村さん、これ何ですか。これはね、屏風ルームの新作。でもそれはね、また後で説明する。はい、うん、でもこうやって歩いてると雰囲気もよろしいですね。本当にいいよね、うん、なんかやっぱりこの野外のねってこともあるし、やっぱりこのなんて言ったってお城のね、うん、お庭だから。そうですね、もう何とも言えない雰囲気だよね。ねえ、うん、これかっこいいでしょ。かっこいい、綺麗です、うん、これはね、今年の新作で、まあ、西日本当然初登場の、すごい、北に金魚品評って、はい、北に焼きで作った、はい、金魚品評なんですよ。豪華ですね。やっぱりね、上からね見て金魚品評だから、その金魚自体の美しさを見るのもやっぱりいいし、金魚で彩られたこの北に焼きのね、美しさを見るのもいいし、そしたらね、はい、今回はね、どんどん中に行くとね、随分過去の2階と近くなってますから。あ、ほんまですか。はい、じゃあちょっと見に行こう。はい、行きましょう。ね、もう随分こう日が落ちてくるでしょ。ねえ、早いです。うん、やっぱりこのね、トワイライトをね、この楽しめる時間っていうのは結構一瞬なんだよね。そうですね、うん、贅沢です、はい、でね、これがね、また西日本初登場の切子リウム。で、見ての通りこれ、江戸切子で作られてる。うん、すごい、ね、さっきの九谷金魚品評は九谷焼き、はい、まあ、こちらの切子リウムは江戸切子。切子のね、ほら、ガラスのいわゆるカップによって金魚 その見え方が変わるでしょ、うん、上からと横からと、ね、そういう作品です。二度おいしい、二度おいしい、はい、あとこれやっぱり、ね、遠目で見てもね、うん、こうやっぱ綺麗でしょ。綺麗です。うん、ぜひだから夜の逆に更けたね、遅い時間で人が空いてる時に来るとその引き金入れる。なるほど、はい、そうです。でもここもすごいですね。すごい、ちょっと豪華すぎません。豪華でしょ。はい、プリズリウム、リフレクトリウム、ディアマンリウム、そしてオイラン、オイラン、そしてパラドックスリウム、またリフレクトリウム、プリズリウム、まあ、この歴代のですね、このアートアクアリウムのスターがもう一度に並んでるわけですよ。今年はね、今まで以上にこのお城との親和性を高めるためにこうライトアップをしてるんですよね、うんうん、はい、昔からのこのお城の良さが伝わるようなライトアップ、うんうん、そして見てほら、お城の上に何見えるの。
お月さんがでしょ、今日はすごい綺麗です、ね、やっぱりこういうね、やっぱり自然のこのお月様とかお星様とか、あのそういったものとが楽しめる、こんな贅沢なアートアクアリウムね、ねえ、多いんです ね、 ね、この夜空もアートアクアリウムも楽しめる、この何つんだっけ、二度おいしい、そう、アートアクアリウムは何でも二度おいしいアートアクアリウム、そう、あのね、僕らは常にね、こういった着物とか着て歩いてますけど、そうですね、今回はこう着物の着付けサービス、メンタル着付けサービス中で、はい、すごい、はい、普段ね、入れないこのお台所の中で、うん、もう本当にね、質のいい着物を、有名なね、着物のスタイリストの先生が見立てて着付けてもらう、やっぱり京都やしね、いい着物を着れる機会って応援ですもんね、ね、なかなかね、京都でもね、やっぱりいい着物ってレンタルできないでしょ、そうですね、はい、それも特別にね、ここではいいもの、いや、すごいすごい、ね、そうなんです、今年は普段入ることができない台所内に着物レンタル着付けサービスをご用意しました。着物は京都の伝統技法で織られ、染色された本物の証券着物、京都着物ファッション協会の和装スタイリストによるトータルコーディネートです。専用のチケットがありますので、詳細は公式サイトをご確認ください。しかも本チケットご購入のお客様限定、特別なフォトスポットをご用意しました。ぜひプレミアムなひとときをお過ごしください。どうぞ皆さん、京都の二条城へお越しやしとくれやつ。 This show is awesome, amazing and beautiful. 今回のアートアクアリウム城のすごいところは、会場全体でこうお酒とか、ね、ドリンクが飲めるんですよ。すごい、はい、運転してきたとか、ちょっとお酒あんまり苦手な人とか、去年も大人気だった京風おでんのだし汁だけ、あったかいだし汁だけをね、あったかくて飲んで体を温めて、アートアクアリウム見れる。でもお酒飲みながら作品見られるってよろしいですね。やっぱいいでしょ、うん、お酒を飲むだけじゃなくて、お茶席、はい、お抹茶とお菓子、お菓子、これもこの会場のど真ん中で、でもね、やっぱりね、こうやってお茶とかいただきながら、うん、こうやって見える、やっぱりアートアクアリウムって最高だよね。ねえ、すごい、見ながら飲めるってよろしいですね。ね、今年は会場内でお酒を飲みながら作品を見ていただけるようになりました。日本酒や出汁で体を温めながら楽しんでください。木村さんたちが座っているお茶席のご利用には、二十四節気七十二候の旧暦に合わせ、お菓子は季節ごとのオリジナルで内容を変えてご提供します。詳しくは公式サイトをご確認ください。アートアクアリウムwas truly magnificent and very beautiful. そろそろ前の時間じゃない、あ、早く舞台行かなきゃ、はい、行ってきます、うん、とりあえずあの残りは、はい、ちゃんと踊ってきたら、あ、ちょっと案内するんで、はい、また後ほど行きます、うん、はい、特設舞台水儀の舞台では、伝統芸能とアートアクアリウムとの融合で、今までに見たことのない至福の芸術をお楽しみいただけます。11月1日からは劇団工場の花形、工場乱太郎による金魚の舞を上演。そして緊急開催決定、11月17日限定特別イベントを開催します。今後の上演情報など詳しくは公式サイトをご確認ください。それではお待たせしました、作品紹介の後半戦です。新作情報も登場しますよ、お楽しみください。La impresión llevadaal arte en su grado máximo. これね、やっぱり金魚品評、はい、やっぱりこうぼーっと見てるけど、ね、こう何の遮りもなく上から金魚見れるってやっぱりいいよね。ねえ、上からやったら、うん、かわいい、はい、今年のこの金魚品評の数ったら半端ないでしょ。すごいですね、ね、いつもよりもういつもよりも多めに、多めに置いてあります。多めに多めに、はいはい、豪華に豪華に、ね、やっぱりね、こうたくさん金魚品評があるってことは、たくさんの金魚がいるってことだから、はい、今回ね、やっぱり目玉中の目玉、やっぱり超オイランがついに西日本初登場。うん、わー、大きいですね。大きいでしょう。大きい、ね、今までこの京都に来てたオイラン、ね、はい、それのもう質量にして3倍の大きさがあります。すごい、この水槽だけで3000匹泳いでる。すごい、うん、ね、そしてほら、はい、なんかこうお城の、ね、中庭にこの朱塗りの櫓があってね、はい、なんかこう和の雰囲気の空間の中にある、ね、
超多いなんてやっぱり雰囲気いいでしょ。いらっしゃいませ、ね、なんかね、こう中に入ってくることでなんか自分もなんかこう、うん、異空間に来てるような、うん、そんなような感じにならない。はい、ね、はい、これがあの今回ね、はい、あの新作の大政奉還屏風絵図というそういう名前がついていてね、一番最初入り口入ったところにも屏風ルームが1枚あって、はい、これで途中で超花魁を越えたあたりでもう1枚あって、はい、それで今ここに1枚ありますよね、はい、これで計3枚のいわゆる屏風ルームが会場内にあるんですけれども、はい、大政奉還っていうものがね、よく社会の教科書を覚えてます、うん、あ、覚えてます。覚えてる、ね、覚えてます、はい、ね、まあ、いろいろこう日本の中でこう江戸時代の終わりを告げるね、はい、そのいわゆるこの、まあ、政治的に、うんうん、まあ、いろんなすごくこう大きな意味を持った時代なんですけれども、うん、その時なんですけど、まさに、はい、まあ、それに合わせてやはり実はその芸術のね世界にもやっぱりすごい大きな影響があったわけです、まあ、それを今回この3枚の屏風リウムを使って表しているんです、うん、で一番最初のね、うんうんうん、入ってすぐのところは、はい、あの大政奉還が始まるまでは江戸時代ですけど、はい、その江戸時代の美術芸術そういったものをこういわゆる、まあ、集大成みたいなねあの形でこう屏風絵にしまして、はい、まあ、江戸時代を表している、はい、それで2枚目の屏風はまさにその大政奉還が起こったその瞬間をまたいだあのしばしの間前後、はい、やっぱそこがそのいわゆる芸術の世界においても激動の時期なんですよ。うーん、だそういうこの激動の時期を表している。それで最後こちらの屏風リウムは、まあ、近代その激動を乗り越えていろんな外国とかからいろんなね、はい、あの芸術 の、 そのいろんな要素とかが入ってきて、これでまあずっとその江戸時代とかも含めてその日本の中だけでこう育ってきた芸術、それがまあまさにこうミックスして現代になってるわけですよ。まあその近代って言い方しますけれども、あのその屏風絵なんです。はい、まあそういったものをこの3枚の屏風で表してまして、もちろんそのいわゆる各時代時代 の、 あのいわゆる動く屏風絵に合わせて金魚もね全部その絵に合わせて、あ、まあ、ここはその近代の屏風絵に合わせて、はい、もう黒の金魚だけで統一していた、ね、あ、そのテーマで、そう、江戸時代はちょっとこう派手だから金色の金魚が泳いでたり、うんうん、真ん中は赤い金魚が泳いでたりとか、はい、まあ、そういった意味でいろんなね見方ができるんです。金魚も変えてはるんですか。そうそうそう、すごい、はい、なんでねここはねちょっとねやっぱりあのアートアクアリウムアートですから。え、でもその3つの屏風を並べたらいいのに、うん、なんであえてバラバラに置いてはんのですか。祇園祭りって知ってるでしょ、はい、まあ、京都で有名な祇園祭り、うん、その祇園祭りにが、まあ、道の、ね、いわゆるお祭りであれば、実はね屏風祭りという聖のお祭りがあるんですよ。あ、そうですね、はい、でまあこうね古いそのいわゆる町屋とかにね、うん、あの昔からあるその旧家がお宝のその屏風とかをね引っ張り出してきて、うん、外から見えるように飾るわけですよ、うん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 、それをまあ総じて屏風巡りなんて言うじゃないですか、祇園祭の中の文化を取り入れて屏風が点在していることによって、うんうん、それを屏風祭り風に巡ると、あ、そういったことが実は入っています。なるほど、やっぱりなんか京都風ですね。京都風、なんかね京都風です、祇園祭り、はい、京都風です、はい、あ、でもいろいろ会場見てきたけどね、はい、いやでも見応えがありました、うん、ね、これちょっと飲んでみて、今年の新作どんな味する。うん、すごいお出汁の味と香りが、あの出汁汁飲んでるでしょ、はいはい、それと日本酒を割った、割った、はい、すごい飲みやすい、お酒苦手な方でも飲みやすい、うん、はい、やっぱりねもう去年からもう大ブレイクしてるこの京風おでん、はい、ね、あったまる、うん、美味しいね、ねえ、しみてます、うん、中やったらお酒しか飲めしまへんけど、うん、こっちやったらおでんも食べれる、余計ポカポカになりますね、はい、お漬物もあるんですね。そうなんですよね、やっぱりね、はい、まあ、こうやってお漬物と熱燗とおでん、はい、ね、後ろにね水牛の舞台もあって、はい、ね、見ながら見ながら、ね、でもどう、あの今回回ってみて3回目のアートアクアリウム場。いやでも前回も良かったんですけど、うん、今回はなんか前回より作品がたくさんあってすごい豪華やなっていうのが一番に思いました。あとなんか西日本初のものも ね何個かあって、そうあったでしょ、はい、ということでですね、あの今年のアートアクアリウム場は大変な規模です。もう今までにないあの規模で作品点数で金魚の数でもう初登場の作品がたくさんあって、あのぜひあの今年のアートアクアリウム場は本当に見どころがたくさんなので、
見たことないような作品がたくさんありますから、ぜひまた足を運んでいただければと思います。お待ちしております。ぜひ来てくれやす。アートアクアリウム、おいでやす。